オーバーアマルガウの村を近くの山から俯瞰するオーバーアマガウはドイツバイエルン州ガルミッシュパルテンキルヒエン郡にある村。10年に一度村人層での受難劇が催されるところとして有名である。また、ナト o のナト o 訓練校もある。受難劇とはイエス・キリストが十字架刑で殺され、受難を受ける過程に関する劇で、特に青州に世界各地で催されるが、 10年に一度村人総出で,で行われるオーバーアーマーガウの受難劇が都に有名である。17世紀ペストが大流行していた1633年、村民たちはペストの退散を神に祈り、もし祈りが聞き届けられ、ペストの蔓延が収まったならば、感謝の印として10年に一度受難劇を上演するという誓いを立てたところ、その後この村からペストの死者は出なかった。 これをきっかけとして、翌年の1634年に最初の上演が行われた。ナポレオン戦争終結記念や、アドルフ・ヒトラーの肝入りで実施された300周年など、例外での上演歴もある。2000年の上演に際しては、原点にあるユダヤ人差別的な内容をめぐってその内容の修正が議論され、その模様は NHK スペシャルにも取り上げられた。 野外劇場で上演され、2000人以上が出演する。開催される年には、5月から9月にかけて100回以上上演され、上演時間は途中休憩を挟みながら、朝から夕方までになる。直近の上演は2010年であった。次回は2020年の予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により2022年に、 延期する旨が2020年3月19日に発表された。受難劇オーバー,アーマルガウのキリスト受難劇、村上ピアニッシモ百183から184、ABC フル昇進、オーバー,アーマーガウキリスト受難劇の上演と、その意味について劇中の女性たちの役割を中心として、学習院女子大学企業第三号、ピアニッシモ百十七から三十五 アルプス36の祈りの大舞台から360年、守り続けた村の誓い、NHK スペシャル、バーシュバングデア42、オーブラマイコーはパシャンスポーエルアウフ2022、https、www パシャンスポーエル、オバーアムールグオ、で、で、ニュース、リテール、6アダ9545から 69d1 から11、 エクサアンペアマイナス 842A-002590812774 オーバーマガウのキリスト受難劇は2022年に延期となりました。ありがとうございます。